ね、俺が通ると六本木でも歌舞伎町でもヤクザがいなくなるから、銀座でもね。いや、本当にいなくなるんだよ。特に六本木と歌舞伎町はマジでヤクザがいなくなる。ヤクザ関東連ドラゴンは全共連とかハマ連とかこの辺ね、の関係で、六本木と歌舞伎町は本当にいなくなるから、マジで俺が通るとね。でみんな大体不良は覚醒剤関係してるから、銭になるからね、金になるから。で俺マジでやんないから。で、世界の戦争の理由は何ですか？ね、アヘン戦争ですよ。ね。だからね、大体みんなやっちゃうんだよ。で、女が好きだからさ、セックス、気持ちいいみたいな感じだから、ね、覚醒剤やると3倍ぐらい気持ちいいみたいな感じに思うみたいで、だから、やっちゃうんだよね、みんなね。女はしゃぶ好きみたいなさ、感じで。そこだよね、そこ。でもほんとね、テレビのドラマとか小説とか映画とかね、漫画とかでも何でもシャブ覚醒剤でハッピーエンドの、物語はないからね。大金持ちになってハッピーエンドですっていうのはない。そして悪ね、悪がハッピーエンドっていうのはないわけよ、絶対に。悪がハッピーエンドで称賛されるならば、もうぶった切りぶっ殺しまくって悪いことして騙して、それでもうほんと女性を裸にした、ね、そんなの、北斗の拳の次の蒼天の拳かなんかであったけど、多分ね、確かね、他にもちょっとなんかあったような気がするけど、裸の女たちを、ね、女性たちを四つん這いにして、